おはようございます時刻は8時50分になりました10月3日の月曜日です昨日は1周年記念イベントにご来場いただきまして誠にありがとうございましたそしてご視聴もありがとうございました協賛いただいた皆さんも本当にありがとうございます朝までのところでもう500通を超える応募を頂戴をしております今日の夜中 11時59分ですね日付が変わるまで応募を受け付けますのでまだ応募してないよという方ぜひ集計の都合で複数のプレゼントを一気にあの応募するのではなくて1応募1アイテムでお願いをしたいというふうに思いますそしてあの昨日来られた皆さんにちょっとお願いがあるんですがコモさん、まあ、ほんまにバタバタしておりまして 一枚も写真を撮っていないということに気がつきました、えー、ギッシャンが来てくれたときに私の方を撮ってもらったりはしてたんでその写真を使わせてもらいましたけれどもツイッターでは、えー、ぜひ皆さんあの記念写真を一緒にツーショットで撮った方もいらっしゃいますよねええー、女性の皆さんがほとんどでしたけどありがとうございますそんな写真も送っていただくかぜひツイッターなりインスタなりにアップしていただければというふうに思いますどうぞ写真お願いいたします では日常戻ってまいりました10月3日朝刊チェックスタートです改めましてようこそ天神橋筋商店街天禄てんこ盛りスタジオへ時刻は今ちょうど8時52分になったところでございます 今日も元気にこもさん小森りやすのり出てまいりました。朝刊チェック、どうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ。え、昨日は本当に、あの、ありがとうございました。あの、おとついもそうですが、スパチャもたくさん頂戴いたしまして。で、お祝いも。実は持ってきていただいた方、あの、もありましてね、本当にありがとうございます。お店やったらね。ここに、こう、はい、ずらっと。 祝いののし袋も貼ろうかなとも思ったんですけれどもまあまあまあそれもなんかねあのそ,そっと持ってきてくださった方がほとんどだったのでなんかまあそんな風にひなんに引けらかすみたいなのもうーん趣旨じゃないかなと思ってありがたく頂戴いたします。 えー、あの食べるもんとか飲むもんとかで持ってきていただいた方もございましてお一人お一人に本当はご挨拶にいかないといかんのですけどもこの場を借りて御礼申し上げます本当にありがとうございました、えー、1年やってきて本当に良かったなという風に思っております終わってお片付けをまたこれも手伝っていただいてでその後松井さんと2人になりましたんで、えー たでちょっと行きました生ビールを2杯と,ちょっと最,近最近あんまり飲んでないねんけどね言,言いながら「<あ>風の森があるな」って、はい、奈良の日本酒でございますそこから口説き上手へ行って、えー、僕は違うの行きましたがうーん松井さんは水芸へ行ってもう一杯までやったな。<笑><笑>はい 楽ししい時間を過ごしましたまた松井さんとのほろ酔いニュース解説はこれからもやっていこうと思っておりますので、まあ、皆さんのご声援あってのことでございますのでどうぞこれからもよろしくお願いいたします長官チェック2年目に入っておりますが、まあ、いつも粛々と小モさんなりにお届けをしてまいりますので今日もお付き合いくださいませ。 どうぞあのストアーズの方のページでですね、えー、プレゼントございますのでどんどんとそちらの方も応募していただければというふうに思いますでは今日は読売新聞と朝日新聞2社買ってまいりましたそれぞれ世論調査の結果が出ております国葬についてのお話もございますのでどうぞお付き合いくださいませ長官チェックヘッドラインです まず政府御用新聞読売新聞の世論調査によりますと岸田内閣の支持率は45%不支持・支持しないが46%と1年前の発足時から初めて不支持が支持を上回りました安倍元総理の国葬実施についての質問では良かったと思うが41%思わないが54% 政治家と統一教会の関係について岸田総理が指導力を発揮していると思わない人が80%にも上りましたもうみんながそう思っているというレベルです反政府系の新聞朝日新聞の世論調査によりますと岸田内閣の支持率は40%でほぼ横ばい 不支持支持しないが50%と3ポイント上がりました安倍元総理の国葬について評価するは35%評価しないが59%統一協会をめぐる問題での岸田総理の対応についての手は評価するが22%評価しないが67%でした今日から臨時国会です 安倍元総理の国葬で唯一評価されたと言ってもいい菅前総理の追悼の字についてネットメディアリテラは菅元総理の文章は安倍さんが暗殺される直前ブレーンだった JR 東海の葛西会長の葬儀で述べた安倍さんの追悼の字を使い回していたと報じました格好悪いと言ったりゃありゃしません もうだめだというときが仕事の始まりは、亡くなった稲森和夫さんの教えですが、オリックスが見事にそれを体現しました。昨日の最終戦、楽天を5対2で破り、その直後、首位ソフトバンクがロッテに3対5で敗れたため、同率で並び、直接対決の勝敗で連覇を果たしました。11.5ゲーム差を跳ね返した形です。 セリーグ阪神は最終戦ヤクルトに3対3の引き分けに持ち込みました村上の56号ホームランお預けとなっています大リーグエンゼルスの村大谷翔平は年俸調停を受ける権利を得る前に来シーズンの契約を行いました来シーズン1年契約3000万ドル日本円で43億5000万円と これままでの日本人選手最高額に達しました円安のメリットを受けたことになりますツタヤを運営する CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブの T ポイントと三井住友フィナンシャルグループの V ポイントが統合するそうです何ポイントになるのでしょうか会員の合計は1億2200万人 大手の抱え込み競争が激しさを増しそうですそろそろコモさんも新しい小森クラブを立ち上げようかなと考えていますインドネシアでサッカーの試合後負けた地元チームのサポーターがグラウンドに乱入し警察がサイレーランドを発射したことから観客が出口に殺到し新聞報道によりますとこれまでに125人が死亡しました ウクライナ情勢ですリマンを奪還されたロシアでは軍,、えー、軍部指導部への批判が高まり核兵器使用を求める声が高まっていると読売新聞は報じていますアメリカの電気自動車メーカー大手テスラは人間型ロボットの試作機を公開しました荷物を運んだり植物に水をやったりしていまして 値段は2万ドル290万円以下で数年以内に生産が始まるということです以上10月3日の月曜日朝刊チェックヘッドラインでした 時刻は8時59分になっておりますフライングですが今日も9時クイズの答えは1番だと予想しておきます、えー、ちょうど今9時をお知らせいたしましたさて読売新聞今日 T ポイント、V ポイント統合の方を、まあ、先に持ってきてるんですが世論調査がトップではないかなと思うんですけど、まあ、朝日新聞も実は、はい、特集記事を前に持ってきておりまして両方とも、はい、2番目の扱いになっているのが、まあ、不思議なところでございますがまずは読売新聞から読んでみます。 1>, 1日、2日に全国世論調査を実施いたしました岸田内閣の支持率は45%不支持率は46%となりまして政権発足後初めて不支持が支持を逆転しましたこれ今そのままま読んでおります統一教会と政治家をめぐる問題や物価高安倍元総理の国葬実施への厳しい評価が支持率下落につながったとみられると。 1一面にはそのように書いていまして、3面に細かく様々な情報を書いております。前回は9月の2日から4日に実施いたしました。支持率5ポイント下がって、初めて5割を割り込んだと。 参議院選挙直後の7月の調査が65%でしたこれまで支持するが支持しないをそうですねかなりまあダブルスコアぐらいで推移していたわけですけれども安倍さんが亡くなった後殺された後ぐんぐんと接近していきまして読売新聞でもついに逆転をしたということになります。であの国葬の是非については、まあ あ是非という言い方をすると非が多いというのが、えー、国葬をやる前の世論調査でしたよね。でまあだけど実際にこれだけ多くの人があ花を捧げてたんだとで若い人もいたのだということを散々安倍さん来賛の人たちは言います。まあ、もちろん 人それぞれぞしかもまあ総理大臣をあれだけ長いこと務めた人ですからその存在やってきたことをえすごいと評価する人とそうでない人がいるのは当然の話でありましてそれはえ支持しないといいいとうう人がててを悪いように言っていますうそしてまあ菅さんがあなたはすべて正しかったというように言う人もいます。でもどう考えたってそら 悪いこともありゃええこともあったっていうそれで当たり前ですよねどっちかだけだな,なんてまあ殺された直後にその遺体に向かって罵声を投げかけるかというとそういうセンスは私にはありませんけれどもでもそんな白か黒かっていうものがはっきりするはずもないこんな当然のことを、えー、賛成派反対派忘れて。 まあ罵声のミサイルを飛ばし合っているわけですけれども安倍元総理の国葬実施を良かったと思うは41%良かったと思わないが54%です。前回調査で国葬実施を決めたことへの評価まあやってるかやってないか決めたかどうかっていう段階とまあそこは当然言葉遣いは変わるわけですが。 えー、評価が38でした良かったと思うが38%国葬をやると決めたことがやったことが良かったと思う人は41%コモさんがずっと気にしておりました「国葬をやったらやっぱり良かったやんか」っていう,う二階さんがいつものように国民をバカにしたようなことを言っておりまして、まあ、それにみんな乗っかんのかなというふうに まあ、小茂さんなりに懸念を持っていたんですが、まあ、読売新聞のこの調査を信じたらですね、えー、3%の人が、まあ、誤差の範囲とも言えますしでもやっぱり、まあ、日本武道館でのあの厳かな雰囲気、えー、そして、まあ、NHK をはじめ各局が軒並みに、えー、黒い服を着てですね中継をしたというのを見たらまあよかったんちゃうかという人が増えた。まあ、それが 3でまあ多数決で決めるもんではないにしても、えー、反対良かかっっったたて思わない人の方が多とまあこれも今回もこんな世論調査なんて信じられへんわという言説をツイッターなりテレビなりで流す有識者なり学者なり一般の人がいるとするならば作家なり えー、評論家もそうですね、うん、だとしたら、まあ、本当に頭のネジの緩みを直してもらわないといかんのじゃないですかということですね、うんどう。どう考えたってそうでしょうん。なんですよ。 でまあ、これ今良かったと思うかどうかっていうので朝日新聞の数字と、まあ、支持しない支持する、支持しないはまあ同じような質問ですけど若干、まあ、あの質問の文言が違っていますので、えー、差があっても仕方がないのかなと思いますが朝日新聞を読んでみます。9時5分です、えー、朝日日日新聞も1日2日の 二日間全国世論調査電話を実施しましまた岸田内閣の不支持率は50%前回9月の調査が47%で3ポイントアップして50%ちょうど半分初めて半数に達しました支持率は40%先月9月の調査が41%でほぼ横ばい不支持率が支持率を上回るのは2か月連続となりましたと。 去年10月政権発足直後支持が45%から始まりまして最高59%まで朝日新聞に行きましたこれが5月のことそして支持しないは、えー、政権発足直後去年の10月は20%、うん、ダブルスコアで支持するの方が多かったところから上がり下がりはありますけれども この7月で25%だったところが39%、47%、50%と今月50%にこの2月、3月でポンポンと上がってきているということなんですね。で、えー、9月27日にありました安倍元総理の国葬を岸田内閣が国の儀式として行ったことについて。 評価しますか、しませんかという質問の仕方です。安倍さんの国葬が行われたことそのものだけではなく。まあ、そこに国の儀式として行ったことについてという,ようなことがついてますから。まあ、プロセスとかっていうことも含めることになりますね。まあ、そこまでのことをみんながそう思って書くかどうかは別として。評価しないが五十九パーセント評価する。 が35自民党支持層に限って言いますと評価するは58%でしたが自民党を支持していても評価しないが 37%3 人に1人以上いますよと無党派層で言うと評価しないが 67%3 人に2人が評価しないとよかったではなく評価ということで ありますけれどもで年代別に見ますと18歳から29歳が評価する47%と他の年代より高い割合を示していると70代になると25%ですから若い人と年寄りの倍違うということになりますね、はい、だからまあ若い人が安倍さん自民党を支持している傾向にあるというのは、まあ、考えてみましたらもうテレビ局からしたら めっちゃそこを取りに行かなあかんのですよねもうじじバばの見るテレビなんて作る気ありませんと数年前にテレビ局は宣言を堂々としていたわけでありましてファミリーコアを大事にしますとそう考えると、えー、自民党を支持しないというような番組を報道を中心に流しているとこれはえらいことになりますからファミリーコアを取りに行くんだったら自民党第3番組を いいいっぱい作らななあかんのじゃないですかもうもののよし悪しは別としてテレビ局さん、うん、まあラジオ局もそこをやろうとしてるのかもしれませんねはい茶屋町の放送局もえー、えー、政府来賛の学者とかを並べてはいはいサイございます先生のおっしゃる通りですっていうパーソナリティに番組をやらしているのはあ今ラジオを聴かない、えー 若い人たちを取ろうとしているプロデューサーなりの深い配慮があるんだろうなというふうにも思いますしそれによって結局聞いている年寄りがどんどん離れていっているというまあ今の放送局マスコミの崩壊ぶりを示しているのかもしれませんがそんなことも考えます。 政治家と統一強化をめぐる問題への岸田総理の対応について評価しないが67%、えー、ですね8月が 65%9 月が66%でほぼ変わらずだそうです、えー、まあ評価するという人も22%いらっしゃいます22と67を足すと89残りの11%は 答答ええないいとととかその他の他うことでただ、ねまあ、読売新聞が80%指導力を発揮しているとは思わないと言っていることを考えるとやっぱり、うん、まあまあみんながっていうのはねちょっとあれですけどまああのー、小泉内閣の支持率がめちゃくちゃ高くて NHK の「紅白歌合戦」の昔の数字かと思うような時が。 あ,ありましたけれどもね「感動した!」とかって言ってたあの頃まあまあ一部本当に岩盤層として反対する人はいたでしょうけれど、まあ、みんな熱狂したわけですよね8割とかっていう数字はあ支持であれば熱狂ということになるでしょうし一方そうは思えへんっていうことで言うと「みんなそう言うてるで」っていう「みんなでて誰やのん」って親には言われますけど。 みんなよってもうそれはもうジャイアンもスネ夫も静香ちゃんももうみんなそやってえいうふうにのび太が言うぐらいのことですよね。うん、で、えー、今日からああの国会が始まりますけれど国葬の意義 総理の説明届かず、物価高、統一協会、国葬打撃、支持50%割れ、岸田政権強い危機感と、読売新聞は3面にこちら、大きくまあ解説的な記事を載せております。政治不信が高まる中、物価高騰も顕著になっている国民の不安と不満の表れであろう、自民党の萩生田政調会長は、支持率が下がった理由をこう分析。 あなたが下げていることに気がついていないのでしょうか昨日の日曜討論に出て統一教会をその。 まあ、信教の自由との問題があってですね、宗教法人の認定を取り消すっていうことは難しいということを言っております。まあ、政調会長に置いているっていうことが仕方がないんですが、NHK が日曜討論で統一教会との問題について話を聞くところに、萩生田さんがのこのこと政調会長ですと言って出て行っているということの、この滑稽さ。ええ、まあ、そもう、それならば、横に生稲晃子を置いて。 えー、そして、ゆきゆき秋こどんとゆけって歌いながら、えー、不規則発言はやめてくださいと NHK のアナウンサーに怒られるぐらいのことしていただいてもいいんじゃないかと思うんですが <laughs> 本当に自民、えー、党幹部は安倍元総理の国葬をめぐって実施後も世論調査で否定的な見方が多いことも挙げ不支,持、えー、支持率の下落の要因はいくつもある。 まるるで複雑骨折しているようだと、うんまあ物の,の値段も上がってますしね10月1日から値段が上がったということまだごめんなさい昨日おとつい私1周年記念イベントでバタバタしてましたんでスシローが上がったことも、えー、吉野家も上がってますかあもういろんなものが上がっているということを。 実感しておりませんしビールの値段も上がったんですが昨日ラーメンの彌五郎さんからなんと缶ビールを2ケースも頂きましたんで <laughs> し,ばらくしばらくやっていけますんですみません、本当にもう申し訳ございません、えー、これまで岸田内閣の強みはスキャンダルの少ない安定感で内閣支持率は堅調であったにもかかわらずとで野党は臨時国会で追及を強める考えであると。うん 国葬での説明不足、統一協会での問題での不十分な対応、国民に届いていない経済対策が要因であると、まあ、泉さんもまあまあ、ねうん、どうかと思いますが、まあまあ、総論としてはまあそういうことでしょう。岡田幹事長、総理は山際大臣を更迭すべきであると、経済対策の取りまとめの責任者が本当に適切なのかと、まあ、これはもう政調会長もまあみんな一緒ですね。はい 時時刻は9時14分そんな中まあこれはまあその書いているところが、えー、書いているところなんで「はい、リテラ」というまあ左派系のところですよそれはね。ただ皆さんえー、菅さんの 追悼の言葉友人代表として岸田さんよりも心を打ちましたとで、まあ、まあ山形有友という人の,あの句を引用したということで山形有友をどう見るんだということについては、まあ、私もきっちりと山形有友についてお話をしませんでしたし多くのメディアがもともと安倍さん万歳っていうような 元政治部記者たちワイドショーに出ている人らなんかは当然としてそれ以外の人も僕も含めてですが教養がないなとまあまあもちろん人の評価なんていろいろですから山形有友についても功在ありますけれどもあの人がどういう人であったのかと賄賂、まあ、まみれであったとかですねまあ左派から見たらちょっととんでもないっていうような 人物像であるということをちゃんと知った上で山形有朋が引用されたっていうことをちゃんと伝えていましたかと情緒的な部分だけで友人代表という、まあ、近いところにいた当たり前の話です総理大臣と官房長官ね、えー、女房役と言われるそれも家庭内別居の女房役じゃなくって毎日毎日ちゃんとお賛同もしてっていうようなことの お女房役ですから,からそんな人が言うことが情緒的であることは当然としてそしてまだまあそれを「電通」という言葉を出してしまった玉川さんが未だに叩かれているともう BPO 案件だみたいなことまで言われて「えー、座って謝る」って一体どういうことやと「菅さんのところへ行って謝れ」とか「あのー」 自衛隊でセクハラを受けた五ノ井さんが上が謝るんじゃなくてやった本人が謝ってほしいって言ってるのとまた違いますからでまあ菅さんはアベマ t v っていうまあ御用ネットテレビに出てですねそこでもう評価されたことに機嫌よくその背景を解説をしておりましたが実はということですねはい。 まあ別に電通が絡んでいようが誰のその絡んでないらしいですから絡んでないんですけどえどのスピーチライターが入っていてもそのことは私何とも言いますが私もスピーチライターをしておりますので全然問題ありませんこの人にこういう言葉をしゃべらせたらええだろうなという効果を考えて書くのがスピーチライターですしそのことは 刑法何条に触れるわけでも、憲法何条に触れるわけでも全くございませんので、それはいいんですが、菅さんがどう言ってたかと、衆議院第一議員会館1212号室のあなたの机には、読みかけの本が一冊ありました、山形有友の本ですと。 ここまで読んだという最後のページは端を折ってありましたそしてそのページにはマーカーペンで線を引いたところがありました印をつけた箇所には「いみじくも山形有友が長年の盟友伊藤博文に先立たれ個人をしのんで読んだ歌」でありました総理 今この歌くらい私自身の思いをよく読んだ一首はありません「語りいて尽くしし人は先立ちぬ」「今より後のよういかんせん」「語りいて尽くしし人は先立ちぬ」「今より後のよういかんせん」 いかんせんはいいいそういう場面でございましたね安倍さんが亡くなった後倒れる直前まで読んでいた本を菅さんは近い人間として議員会館で見つけました。 その読みかけの最後のページに暗殺された伊藤博文をしのぶ山形有朋の歌が載っていましたそれに自分が今今自分の気持ちがそれに合っているんだとググっとくる話そしてググっときますねとみんなググっておりましたはいそのググッではないですねグーグルですねそのググッではなくてみんなググっと来ました 涙をこらえた人も言いました大きな拍手が沸き起こったのですと、まあ、そんな拍手があの場にふさわしかったのかみたいな議論はありましたがさあそのもっと手前のことです実はこの山形有朋の歌を紹介すること自体リテラは皮肉でこう書いています。あるる政治家が他のの人を追悼すたためにに使使ったネタの使い回しに過ぎなかった はい、まるで菅さんのあの、えー、広島における演説があ、ねえー、飛ばされて読み飛ばされてでそれは。 実は、事務方がのりのつけ方が悪かったという話が確認もせずに広がりそして実はそれは全くのりなんてついてなかったと宮崎記者がですねスクープしたその後追いを各新聞はせずに後追いをしたのは地元の確か高校の学生新聞だった。 それしか後追しなかったっていう今のこの日本を表しているかのようでありますね。はい、実はこの,このネタは誰がというと安倍元総理が笠西さんという JR 東海の名誉会長の葬儀の時に言ってそしてそのことを安倍さんのフェイスブックにも上げていたという。 まあすいません私も全部フォローできてなかったんでこれをもしどこよりも早く私が気がついていたら、コモさんのこのメディアはですね、長官チェックはもうまあまあボロカスに叩かれたりにもするでしょうけれども、Yahoo ー,ースに取り上げられるぐらいのことに、なっていたんでしょうな。うーんリテラさんにやられてしまいましたね。6月17日、Facebook にこう、記しております一昨日 古加西 JR 東海名誉会長の葬儀が執り行われました常に国家の行く末を案じておられた加西さん国士という言葉が最もふさわしい方でした失意の時も支えていただきました加西さんが最も評価する明治の元訓は山形有友あら有山こんなところに え山形さんの本を読みかけだったんじゃないんですか自分が殺される直前にそこまで読んでいてその直後に殺されてしまったということをドラマチックに取り上げたドラマチックやなあ言うて取り上げたのがあのスピーチライターが書いたのか本人が出入れたのか知りませんがあのあの感動と言われる追悼の言葉でしたよねしかし読んでるんですねうん。公的集 伊藤博文の死に際して彼は次の歌を残しています語り合いて尽くしし人は先立ちぬ今よりのちのよういかんせんどっかで聞いたことがあるんですが実は先にもう6月の段階で殺された安倍さんが使っていた 葛西さんのご貢献に接することができないと思うと、本当に寂しい思いです。葛西名誉会長のご冥福を心からお祈りいたします。と。で、まあ、この葛西さんはい、jr 東海を人であると名誉会長までやった人であると、高収益会社の jr 東海を作った人であると。 国鉄分割民営化の話もまあ最近もまた特集で振り返り記事なんか出ておりますが左派、まあの巣窟であった国、ね、労道路そんな組合をぶっ潰してそして民営化をして、ねえー、やった人じゃないですかで安倍元総理の最大のブレーンと言われた極右財界人でと、まあ、これはリテラが書いておりますが、まあ、しかし ただただ JR 東海のトップであるということだけでなくどういう思想心条を持ってる人なのかどういうつながりがある人なのかっていうことはまあ応じるぐらいの人やったらまあ知っとかへんかったらあかんわなちゅいう話ですわね第1次安倍政権下の2006年国家公安委員や教育再生会議委員に就任その後の総理再登板も猛烈に後押しそうですね総理が再登板するのは あ菅さんに銀座の焼き鳥屋で、ええ、3時間にも渡ってずっと言われたからだけじゃないんですね、私が,私が安倍さんをもう一回やれって言ったんやという人は、多分石投げたらいっぱい当たるんじゃないかなというぐらい、ぎょうさんいてはる、そのうちの1人です。第二次安倍政権以降は 首相同窓で確認できるだけでも何十回も顔を合わせる、まあ、裏口から入るという手もありますし電話をするという手もあるでしょうべったり関係を築いてきた安倍政権の政策への影響力も凄まじく NHK 会長など安倍さんの時に NHK の会長がどのように選ばれてきたのか今の NHK の報道があまりにもだらしなくなっているのはまあ 笠井さん一人とは言いませんけれどこういう右翼の取り巻きがおってこうしましょうよと言ったことを安倍さんがやってそして NHK は今無力化されていっているというそんな人事まで左右したことはあまりにも有名であるその笠西さんの葬式で安倍さんが述べたのが今回孫引きされているのとまあほぼ一緒。 でそもそも安倍さんにあの歌が載っている山形有友という評伝を勧めたのが笠井さんだったそうです。<laughs> つながります、つながりますね、つながりますね、お金の流れっていうのはやっぱり物事、真実をつくなと思うんですが、えー、こちらはあ本ですね、えー、総理在任中の2014年12月29日、ホテルオークラーの日本料理店、山里で、えー、笠井さんたちと会食をしております。 正月休みどんな本読んだらいいですかねと笠井さんに尋ねたそうです笠井さんからおそうかうん、安倍くん山形有朋いいぞと言われたはあちなみに笠井さんの東大時代の恩師が書いております岡先生、はああそうですか笠井氏が山形有朋まあ悪い部分も歴史として評価されて いる人でありますが、笠井さんは信奉しておりました。山形有朋。極右国家主義政治の師匠とも言える笠井氏から。日本の軍国主義の。軍 <laughs> 国主義路線の大本山形の評伝を教えてもらった安倍さんが。その師匠に、の追悼に、本に載っている山形の歌を使ったと。うん、なるほど。 阿部さんは6月24日発売の「ウィルという雑誌右翼雑誌です。まあ、極風雑誌とリテラーは書いていますが「ウィルから見たらリテラーが極左メディアなんでしょうけれど桜井よし子さんとの対談で笠西さんを忍び笠西氏が山形有朋を敬愛してきたこと笠西さんから岡先生の山形有朋を勧められてきたことなどを語った上でまさに私たちが笠西さんに贈りたい歌ですとさっきの一首を紹介をしておりました。なので、 たま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 安倍さんがこの本を読んでたまたまここまで読んだということで菅さんが言うようにたまたまここまで読んだというところで、えー、ページを追っていたのではなく唐の昔に局の先輩からこれ読み合って教えられてでまあ明治のあの頃の強権的なやり方がいいなとお,おそらく安倍さんは思っていたんでしょうけれど。 その一つの表れとしてあの本を読みそしてその伊藤博文が暗殺されたことについて、えー、語ったところの読んだ一首を笠井さんに送ったのであって、えー、多分もう何年も前に読んで何度もよまあ何度も読んでたかどうかの証拠はないですけれども、えー、その一番肝になるところを6月に、えー、線引いてでそれを 笠井さんの葬式で追悼の言葉として安倍さんが読んだその本がもしまあそのまま議員会館に残っていたのならば亡くなったのが7月ですから6月から7月の8日までえ安倍さんは新しい本を読んでなかったのかなともうちょっと本読んでた方がいいのかなというのはまあ余計なおせっかいですけれども読んでないこともないでしょうけれどまあたまたまその流れで置いてあったということなので。 このリテラの記事から読むとですね多くのメディアがあー菅さんのお、まあ、岸田さんに比べてという部分はありますが菅さんの追悼の字は素晴らしかったと、えー、あのその素晴らしい言葉に就職された安倍さんという素晴らしい人なんだということは、まあ、全然違う印象になりますわなと。 はい、極左メディアが書いているんですけれどもしかし事事実は事実はです、はい、朝日新聞にいた朝日新聞を辞めた宮崎さんが書いた記事かもしれませんが事実はみんなにルフしているその巻物になっているあの演説文を、えー、事務方がミスをしてノリでくっつけてたんだという。 誰に確認したわけでもないのに流していたそれはもう朝日や毎日をはじめとする全ての新聞社なりテレビ局がそのいして流していたのが実際は違うということが宮崎さんのス,ポスクープで分かりました学園新聞がどっかが追いかけ張りましたでもみんなは知りません直感チェック見てる人には駒さんが繰り返し言っておりますけれども多くの人が まあ菅さんの演説は良かったなと追悼の言葉は良かったなと思ってはるのも別にそれをいちいちひっくり返しに心思想信条の自由まで手を入れて、えー、やろうとは思いませんけれども、まあ、こういう事実もあったんだよということは小モさんとしてはお伝えしておかなければならないなと思うわけですね。うん 今このことを聞いているのはわずか全国で242人しかないんですけれども、えー、まあまあリテラーはもっともっと当然読まれているかとは思いますがどう,どうですかいやそれでも安倍さんはすごいという人ももちろんあっても構いませんしうんそれはそれぞれの考え方であるというのはいつも言っていること。 うんどうですかまあ今これを紹介したということについて現在、えー、85いいねで高評価がまだまだ右 <laughs> 桁に載ってないんですが。 ぜひこの事実をまあ発掘してきたということまあ発掘って言ってもねそんなはい吉村作治さんがもうチーム組んでイエルシフトまでいかんでも <laughs> その辺に転がってた事実なんですけどその辺に転がってた事実をどこもまあだからやっぱ教養の欠如と何ですかねこのうーんまあ自分自身最近ちょっと読本を読むことからも遠ざかっていたりとか えー、その駒さん自分で賢いとか全然そのほんま思ってないですけどその教養ある人にはなりたいとは思うし、うん、そうなってない自分を恥ずかしいなという思いも常々持ちながら暮らしておりますけれども「えー、山形有朋と湯雨が出てきた時にポンと何かが言えなかったっていうこともそしてまあ僕自身 その批判的なことも言いもって菅さんのまあそはまあ荒心を打つわなあというようなことを言ってたっていう中で、えー、リテラに後ろから頭ガツンと殴られたなあっていう感じは正直ございます。そのサハチックな リベラル的なあるいは、まあ、極左の影響を受けたようなことを言うのがかっこいいとかゲバボを持ってヘルメットかぶってやるのが闘争やとか私は全然思いませんのですがね <laughs> そんなことは全然思わないんですけどでまあ昨日松井さんとの話でも時刻は9時34分そのコモさんが最近、えー、日本とはとか日本人はっていうような あのオブラートではなくってそういう包み紙でいろんな事象が語られているということについての気持ち悪さでそれがその、まあ、昔から赤旗振ってる人は赤旗振ってる人日の丸振ってる人は日の丸振ってる人っていうそういう岩盤層的な人だけではなくって、まあ、どっちにでも転ぶでっていうような人らもなんか日本はとか日本人はって言ってるっていうことへのすごい 危機をを持っているっていう話を松井さんにもしたら、うんまあ、松井さんはそう,いうそうでもなかったみたいなんですけどまあそうやなあっていうようなことを言ってて、まあ、昨日も飲みながらもそんな話になったんですけどこれは今日の天聖神語です日本とはとかっていうことをもう少しまあ俯瞰的に見ましょうと実は天聖神語の筆者が変わりました、えー、3人になっています。 でまあ、新聞社がまあ60歳の定年で、まあ、その手前に役職定年があってまあ60過ぎてもあと5年は何やかんやで給料は下がるけどもみたいなことは多分まあ一般的にそうなんでしょうけど天、えー、生人口を書いている人、まあ、51歳とか5 4五歳とかっていう人なんでまあ、えー、もし僕が会社におったとしたらまあ後輩ですわああ一緒に飲みに行こうと言うてね。 可愛、えー、がった可愛がるっていうのはまあ飲め言うて可愛のかわがりも当時やったらあったかもしらへんような年齢のまあ,あの記者としてのキャリアはもちろん、まあ、花々しいからこそ天聖人語に選ばれてるんでしょうけど、まあ、年代的に言ったらもう、えーまあ、今あなたが何歳か分かんないですがもう50ちょっとぐらいの人らが天聖人語を書いているんで、えー、小学生の時に えー、朝日新聞を読んでたコモさんからしたら天聖人話を書く記者なんていうのはもう神様みたいな人でしたけど今自分が61になってみると「ああ後輩であ,あいつこ,こんなんやったよな」言って <laughs> もう「もう嫌です」って言って「もうやめます僕向いてないです」って言ったような人もいるようなんですけどね。そ、はい、そうそうはい <laughs> 実は松井さんと、えー、初任地一緒やったっていうか、はい、鳥取でおった人も入ってるみたいですけどもまあその3人のうち誰か分かんないですし、まあ、女性が1人入ったとこれはまあまあある意味天聖人語を書く中に女性が入ってるっていうのはまあ今まあ王様巻きながらですけれども、えー、画期的なことではあるんですがその今日の天聖人語です。アンンネ・フランクには 国籍がなかったそうですはい。朝日新聞の声みたいにやってみたいですねタララッタッタラララララ泊まり明けの朝日放送のアナウンサーが呼んでおりましたなアンネ・フランクには国籍がなかったそうです有名なアンネの日記を書いたのは生まれ故郷ドイツから逃れた先のオランダナチスは国外に出たユダヤ系ドイツ人の国籍を剥奪していましたああそうですか うんまあ、こういったこともまあパッと頭に入っている教養人になりたいなと思うんですがアンデの日記は子供の頃に読みましたけどもその日記は今ございませんでした教えてくれてありがとう無国籍のままなんてかわいそうだと2000年代になってオランダで彼女に国籍を与えようという運動が起きました、まあ、ナチスドイツのやったことが、まあ、日本がやったひどいこととはまた違うレベルで 世界でヨーロッパであるそしてまあドイツという国の中で断罪されているというような中でですね実はまあ2000年代になるまでその,そのことは放置されていた無国籍のままなんてかわいそうだしかししかしオランダにおいて法律上今になって死んだ人でしかもドイツから逃れてきた ユダヤ系のドイツ人に対してオランダで国籍を与えるということは難しかった情緒的にはわかりますそうですね。まさに安倍さんが暗殺され銃で撃たれてその背景にあったものは別としてね元総理大臣が遊説中に選挙の直前に殺されるというところの情緒的な部分はそらあります頭も下げるでしょう 手も合わせるでしょう花、まあ、こう手までもっては私はいかないですけれどもそれはあるでしょうしかし、まあ、そ,のそこからパンパンパンと法的に問題あるって言われていることも進んでいく日本一方いややっぱり法律上はそれはちょっと難しいその時オランダの法務大臣はこう言いましたアンネ・フランクは我々のものではない世界のものである あなるほど、はい、国籍がないとかわいそう、はいまあ、そういった問題は日本国内においてもあるでしょうむ、まあ、戸籍がないぐらいの人もいるぐらいですから、まあ、そういうことはそれとしてアンネは我々のものではない世界のものであると、まあ、これも奇弁だといや奇弁なのかもしれないですけどできないことの言い訳としてうまいこと言い合ったという評価もあるのかもしれませんがなるほど世界から見たらそうである アンンフランクの、えー、存在彼女の残したものその物語が世界に与える影響ということを考えるとそういう考えもある、えー、著書「無国籍」のある早稲田大学の陳先生ご自身も日本生まれで両親は台湾籍でしたが1歳で日本と台湾が国交を断絶しまして無国籍,無国籍となりました。 国籍とは何かということについて自らの境遇から考え続けた学者の先生そこで話題が変わります今週ノーベル賞の発表が連日予定されますここでも注目されるのは国籍です筆者も含めはい、天聖人語を書いている人も含め多くの人が日本人の受賞に期待をしているでしょうそう左派の新聞である朝日新聞でももう予定項は書いているでしょう誰がとっても大丈夫なようにそこには日 日本人であるかかどうか国籍がどこであるのかというようなことをことさら強調して情緒的に書いていくでありましょう業績よりも、うん、地元はこんなに大喜びしているという記事を予定しているでありましょうでも疑問も浮かぶこの場合の日本人とは何を指すのであろうかと長崎出身でイギリス国籍のカズオ・イシグロさんカタカナでカズオ・イシグロ そうですね姓は石黒名は和夫でも和石黒イギリス籍です日本人とされませんしかしアメリカ籍を取った南部陽一郎さんや真鍋淑郎さんは日本の受賞者などと報じられます。自勢を込めて言えば受賞内容より国籍に一喜一憂し日本人の受賞数数に妙にこだわる風潮はないだろうか、まあ、それを煽っているのが朝日新聞をはじめとする新聞メスあのマスメディアである。 チンさん言います。国籍にはその人がいかなる人間かを示す数多い要素の一つに過ぎない。はい。コモさん、日本人です。日本国籍です。身長198センチは、まあ、縮んでるかもしれませんが、元毎日予想のアナウンサーです。慶應義塾大学の卒業です。兵庫県立長田高等学校の卒業です。まあ、などなど。はい。飛行機好きです。はい。免許持ってます。はい。そういったことの、その人のコモさんの。まあ。 要素の一つであると。にすぎないと。称賛すべきは、ノーベル賞を取るような偉大な業績であり、そしてその栄誉は、アンネ・フランクとはまた違う意味で、世界のものと、まあ、楽しみたいという書き方をしていますが、まあ、この楽しみたいという言い方がいいかどうかは別として、世界のものであると。理想主義と笑うなかれノーベル。ノーベルは、 遺書に記していますノーベル賞、はい、そのダイナマイトを作って巨額の富を得たノーベルがその,その遺産を使って作ってくださったのがノーベル賞でありますね。遺書にノーベルはこう記しています。受賞の際に国籍は一切考慮されてはならない。受賞の際国籍は一切 考慮されれてはならないなならいるほど理想主義とと笑うことなかれです、ねはい、まあ,あ朝日新聞の書くことを赤日い新聞と鼻で笑う人もいるでしょうが、まあ、今日の <laughs>、えー「朝日新聞天聖人語」まあ、どなたか3人のうち誰が書いたのか分かりません、まあ、その女性なんかなとか思いつつですね、えー、ご紹介をいたしました。 その日本人である天皇制のある日本でとか日本人として恥ずかしいとかっていうことについて小野さんが持っている違和感別に日本人であることに誇りを持っていないわけではないですしなんせやっぱり一番長く、まあ、40何カ国は行きましたが一番長くいるのが日本ですし海外へ行ったらやっぱり日本がええなと思うところも当然あります。はい えどこをそこの人が貧乏してはるっていう話に心を痛めますが日本がより豊かにななってほしいいとも思いますただただただしかし何か人を批判したりするときに「日本は」「日本人は」っていう包み紙がついて石を投げるというこの傾向につきましてはまあ毎朝お話をしておりますけれども古賀さん違和感を持っていますしそういう「日本」 そういう日本は誇るべき日本ではないと思っていますし、そうなってほしくないと思っているというお話でございます。9時44分です。さて、もうダメだというときが仕事の始まりというのは、稲森和夫さんに教えていただいておりまして、これはまあ何度も何度も繰り返してありますので、まあ企業経営をやっておりましたら、実際会社を倒産させることもあるでしょう。そのことを、 えー、まあある意味えー、かっこしいのところもあってそれを病んで自ら命を絶った仲間もいます、えー、それはまあ駒さんも含めて人に相談できへん、えー、悩みを打ち明けられへんというタイプの人がポッキリ折れてそうなることもあります。しかし、まあ、そういう人もありますがやはりもうダメだという時が仕事の始まりっていうそのお念仏を教えていただいたっていうね ええ、半分冗談みたいにして言いますがもう念仏ですわはい生阿弥陀仏みたいなもんでもうダメだという時が仕事の始まりもうダメだという時が仕事の始まりもうダメだという時が仕事の始まりと我々は教えられましたので企業経営やっていくとそらいろんなことあります赤字も出すでもそんな中でももうダメだという時が仕事の始まりなんだからさあ頑張ろうさあ次どんな手を打とうかという。 そのお念仏を教えていただいた稲森和夫さんには本当に足向けて寝られませんけれどもオリックスがやってくれました11.5ゲーム差あったんですよねで3チームが並んだところからソフトバンクが抜け出しでこうなればこうなればもう針に糸を何個も通すようなことですがこうなったらオリックスが勝つかも優勝するかもしれませんよ といううんそれがすすすっと最後、通っていったわけですね、昨日勝ちました、おめでとうございます。で、リードされているっていう情報はまあ当然、オリックスのベンチにも入っていたかと思いますしえ楽天の球場でも途中経過は流れていたと思うんですけれども、ソフトバンクが負けました。 これによって同率で最後並んで,でとなると直接対決で勝ったのが多い方ということになりますのででオリックスが優勝連覇ということになりました素晴らしいですおめでとうございますまあほんまに諦めずに徳田原にかかったところからでもどうやったら逆転できるのかと。 まあ先週ね指導層含めてですね、ほんまにまあ一丸となってやりはった結果ですよね、これは本当にお見事です、おめでとうございます。ヤクルトの独走の優勝もすごかったですけれど、まあね、ソフトバンクの選手泣いてたましたけどもそりゃ、そうですわなや,、うん、やられたと。ねえ まあここでクライマックスシリーズがあるのはそれはそれで面白いですけどね <laughs> そういうね悔し涙を飲んだチームとそしてまあ本当に同率だけどもう直接対決で勝ったオリックスとここがこう熱戦を繰り広げて日本シリーズにどっちが出るかというまあそれであればクライマックスシリーズも面白いかなとは思いますけれどもうん素晴らしいペナントレースでございました。 そして甲子園では、まあ、これ雨で伸びたんですかね、はいえー、昨日おあの小コさんの1周年に来ていただいたアーペルさんたち、これから行ってきます、ってわざわざ、ねあの、天禄に電だけしていただいて、おめでとうって言っていただいて、そこから甲子園行きます、って行きはりました。うん、結局う、追いついてで延長になりまして、12回、えー、3対3で引き分けということですね。あと1試合残ってるのかな あヤクルトが、村上ホームラン出ませんね、ほんまにね、ねえ、何なんですかね、もうほんまにまあもうそのう、売ってるけどあの届かないんじゃなくて、もうほんまに売ってなくなってますもんね、人間ってそんなもんなんですかね、いや、まあまだまだ若いですから、これが55本で止まろうが、56本で止まろうが、ほんまはま60本までいくかなと思ってたんですけどね、あの勢いで言ったら。 えー、残念ながらあ、昨日甲子園、まあ、甲子園は、まあ、そういう意味ではでホームランの出にくい球場ではあるかとは思いますけれども、はいえー、そしてまあまあね、ね、えー、葬式でいやいや言いないなということもあるんですかね、えーまあ、まだ試合もあるんですけど、えー、矢野監督にも大きな拍手が送られたということでございます。 時刻は九時四十九分です、えー。マンバケンカズさん、ああスパチャありがとうございます。うなんな、何の機内はい一年ではあるんですが、はい、えー、スプリンターズステークスそして外専門賞ああね雨で、えー、日本の馬は勝てなかったということですが、はい、はいえー、スパチャ頂戴いたしました。万馬バケンさんいつもありがとうございます。さて大リーグです。 えーと今シーズン終わりまでいきますと年俸調整というまあ若い選手が高い給料をもらえるためのまあことがあるんですけどまあねそれは日本円で43億5000万と言われたらもうそれだけで十分やんかとでまあ欲くない大谷君からしたらもうそれで十分ですということなのかもしれませんが1年契約3000万ドルで契約をいたしました。ただ、まあ エンゼルスの今後ということそして、えー、よそのチームへ行ったらええんちゃうかっていう声で、まあ、もっと高く買ってくれるところもあるぞっていうようなそんなお話もあってまあプロですからお金の話もついてくるのは単なる成績の数字ということだけじゃなくって、まあ、それも一つのエンターテインメントではあるかとは思うんですけれど。 大谷翔平という選手がいかに、まあ、そういったところからは超越した存在で野球に取り組んでいるというところなんでしょうし、うんまあ、実際、来年1年間仕事してください、えー、43億5000万でお願いしますって言われた時の気持ちは僕には分からないで皆さんにも分からへんでしょう。 <laughs> ねえー、昨日も話してましたがそんなね、えー、1000円の時給が1100円になるかどうかそれでも103万円の壁があってっていう話をしているところで月給の昇給もないいやもう500円しかないっていうようなそんなご時世の中でですね、えー、来年1年よろしくお願いします43億5000万です。 まあこれ今あの大谷さんが3000万ドルもらってどのタイミングでどこの口座にどういう形で入れるのか投機、はいまあ、ではなく投資ですという大きな意見広告みたいな証券会社でも出ておりましたが、えー、個人的には何入れ回していけはるのかなというのはありますが。 3000万ドルが1ドル110円やったら33億だったわけで今のこの140円を超えている円安という中で43億5000万円ということなんでねまあこの後と1ドル200円までいきますせということを言う人もありますから日本はどんどん弱くなっていってほなと,とりあえずドル建てですよね。 ほなあまあ60億になるわけですから <laughs> その佐益だけでもうほんまにもう使い切れないわっちゅう話ですよねほんまにねお金というものとコモさんという人は寂しがりですよねほんまにねまあ全然意味合いが違いますがお金は寂しがりややからああ持ってる人のとこに集まりはるん。 ですね、そんだけのことしてはりますよ、十分やってはると思いますが、まあまあ、日本にいたらこんな金額にはなってないですしね、まあ、エンゼルスっていう、もう勝っても負けてもええわっていうチームやからこそ、二刀流やらせてもらってるっていう話もあったりはいたしますし、うん、あっぱれ、もう一個あっぱれ、大きなあっぱれ、張本さんに、えー、代わりまして、えー、ありました。 時刻は九時五十三分です。読売新聞の一面トップは支持率ではありませんでした。あ天禄にも伝えはあります。まあ以前ほどたくさん伝えはありません。まあイエタねレンタルビデオがもう今 DVD がそんなね、えー、流行ってないわけでありますけれどもこちらです。はい、えー。カルチャーコンビニエンスクラブと、えー、V ポイント T ポイントと V ポイントが統合いたしますと。 いうことです三井住友グループの V ポイントというのはいわゆるビザカードのものですね株の持ち合いをするということです新たなポイントはそれぞれのサービスを使うことでたまっていきますガストなど T ポイント提携点15万点やビザ加盟店世界で1億点あるそうですその利用でためたポイントを支払いに使うことができると でまあポイントありますか?」って言われた時にまあ僕もまあ D ポイントも T ポイントも持ってるんですがまあ小松さんあんまりそれ好きじゃないんでまあそういう人はお金たまらんとも言われますしまあほっといてくれっていう話でもあるんですけどえどこそこで何を買うたっていう履歴が残されていくことに。 対してまあ何パーセントかっていうわずかなもんですけどポイントを貯めるっていうのがまあマイレージでも僕はあんまりもう一つピンときてなくてまあそりゃ赤,赤い翼に乗る時もあるいは青い翼に乗る時もありゃピーチは桃色やけど実はまあ青色の系列であるとかー今度乗ろうモテるジップは JAL の系列であるとかっちはまあ分かってはいるんですけどあんまり興味ないというか。 えー、そこに興味持つよりはあの他のことをやってる方が楽しいというタイプなんで、まあ、あのポイントに、うん、命かけてる人もまあまあいらっしゃってもいいんですけど、うん、僕はまあんまり興味がないんですけどでもまあ要はそれはあそういう決済システムとで顧客の囲い込みっていうやつですよね。 ええ、吉野家もなんか今ね吉野家のポイントをついたりとかまあ行ったらキャンペーンのやつで割引券もくれたりとかもしますし、まあ、商売としてはその仕組みはよく分かるんですけどなんかいや俺は今今たまたま味噌汁も飲みたいからあ松屋行くんやとや,やっぱり味はやっぱり吉野家やと、うん、まあ好きやもあるしまあええかとか。 あああうどんがまあ冷凍のやつやけど美味しいからあ中尾にしようかとかうんまあまあその時の気分を大事にしたい生駒さんなんでその囲い込まれるということが嫌なんで囲い込むのは好きですけど囲い込まれるのは嫌なんであまりこ,うこのニュースに興味はないのでありますけれどもうんしかしまあ厳しい人口が減っていく中で厳しい経営環境が続く中でそういう。 仲間内においしいことがあるという、まあ、世の中がますます続いていくのでしょうね、うん、ただ、まあ、まあ言わんとすることは分かるんですあのコモクラブというものを、えー、13年半やったねてんこモりで作りました、まあ、それはもう最初 あの初代プロデューサーのもういたずら心ですもう単なる、えー「コモさんあのタモリクラブじゃないですけどコモリクラブやりましょうか」言うて「あ面白いね」言うて会員証を作ってでまあ1番から100番までのところはコモさんが今1番ですからそれ以外のスタッフとかあるいはまあゲストで来てくださる方に付与するということでリスナーさんからは,は101番から。 とといいうことでスタートたたしましま、えー、1年間で1,500人わ1,500人にもなったんやと思って2年経ったら3,000人になって3年終わったら6,000人になって4年終わったら1万2,000人になってへ <laughs> えーって思ってまあもちろんそらね30万40万50万の人が聞いてはる中で。 えー、所詮三3万人やろっちゅうところなんですが、まあ、三代目プロデューサーからはもうお金もないのでやめたいっていう話があって、えー、紹介をするなと会員番号は全部消されてメールは中へ入れられるというそういう仕打ちに耐えながら13年半やってまいりましたが、えーまあ、結果的に3万何千人まあそれを会員証を持てた人が、えー、気代わりして。 えー、お母さんを聞いてなかったわけでもないでしょうしさあ <laughs>、えー、ハッピーブラーに OBC へ行きはった人もあるでしょうし NHK 行ってはる人もあるかとは思いますがやっぱりまあそういうロイヤリティというか貴族意識というかね会員証があればっていう部分って確かにありますやんかでまあねコモさんとリスナーさんとの関係、まあ、今もこうやって続いているところで言うと まあ会,員会員番号何番でしたってでやっぱり持ってきてくれはる人いまだにありますしまあまあ,あ聞いてたけど俺はああいうのは嫌いや言うて私はあえて会員にはなってませんかっていうことを言ってきはる人もありますけどまあどっちにしてもそういうその仲間意識というか。 まあ T ポイントは別に T ポイント持ってるから言って伝えの仲間やと思ってる人はまあいないでしょうし <laughs> まあビザも JCB も持ってますよとアメックスも持ってますよって人がまあまあほとんど、まあ、アメックスはまあまあ僕は持ってますけども、まあ、っと変な人は多いかもしれませんけど、うんまあ、そこに仲間意識はないのかもしれませんがああまあ まあねまあ、運営の手間がかかるんでねそれでな、まあ、この1年なかなかやってこられなかったんですけどまあ昨日1周年やりましてでねあのてんこ盛りショップの方で皆さんに物を買っていただいたりとかしてることを考えるとですね今後やっぱりコモさんもこう抱え込みに入っていかないといかんのかなとうーん。まあそのためには誰か 従業員を雇わなあかんなっていうようですし、そのためには収益が確実に上がっていくっていう仕組みを持っとかんとはきませんしね。まあまあ、そのあたりは難しいところなんですけども。うーん。ねえ。デジタル会員証でもいいですかね <laughs>。あれやっぱり1枚ずつ作って、それ郵送して、それ管理するのって結構大変なんで。もうまあ、今。 YouTube をご覧になっているという段階でまあスマホでご覧になっている方がほとんどですしデジタル会員証でもいいんやったらあの「新小もりクラブ」を「新小もりクラブ」のシーンはやっぱりカタカナですかね今の時代ねえーえーそういうのもやってみようかなとも思うのでございますがうんでね結局 T ポイントと V ポイントで、ね、何になるのかなと思って a, a b c d e f g h i j k l o p q r s t u v ですからね、t、間に U が入ってますからね U ポイントにするのか、うんまあ、人生無修正さんが言うように TV ポイントになるのか <laughs> 何なのか知りませんけれど、はい、10時1分になりました松井愛の少し愛しての時間ですがこのまま長官チェックを続けます。 読売新聞は1面でそして、えー、朝日新聞は第2社会面で書いております催涙、えー、弾を発射している写真ですねインドネシア東ジャワ州マランという町の、えー、サッカー場で1日プロサッカーリーグの試合が終了した後暴動が起きました負けた地元チームのサポーターがグラウンドに乱入警察が催涙弾を発射 多くの観客が出口に殺到をしたことによる犠牲者です犠牲者の数については情報が錯綜していまして増えるかもしれないということですね。地元チームはこのグラウンドで今回の対戦チームに20年以上負けてこなかったと20年以上負けてなかったのが負けてしまったということからサポーターが怒りを爆発させ暴徒化してしまったと。 いうことですね、えー。日本人選手が、ああその勝った方のチーム、うん黒星つけたチームの決勝ゴールを決めたということでございます。はい、もう今テレビのニュースなんかではひょっとすると犠牲者の数が増えたニュースが出ているかもしれませんが、新聞の締め切りの関係でともに125人と書いております。10時3分。ウクライナ情勢です。 東部、併合された地域でもありますがリマンという補給基地ですね、この町を奪還されております、ロシアでは軍指導部への批判が高まっています、これはまあプーチンさんへの批判ということにもつながるでしょうし、核兵器使用を求める声が高まっているというふうに読売新聞は国際面で書いております。 えー、今後、まあ、その一個一個の選挙についてあまり報じられないようなあニュースに今なってはいますけれども,、まあ、も起きないということをあの期待しつつ、えー、さほど大きなあ取り上げられ方をしていなくても ちょっっとと僕はフォローしてていかなあかんなな思っておりますそれは戦争ウクライナの中もそうですしロシア国内でプーチン体制がどのように、ま、このまま持つとは思えないので岸田内閣がこのまま持つとも思えないですしプーチン体制がこのままロシアの中で許され続けるということはおそらく僕はないであろうというこれ感,ですけど、ね、感覚ですけれども。 持っていますのでできるだけ小さな記事でも取り上げていこうという決意をお話をしておきました10時4分アメリカの電気自動車メーカーテスラですが人間型の立って歩くロボットはい、えー、r 2 d 2じゃなくて c 3 p o みたいなやつですねはい立って歩いていくやつが荷物持って運んだり、えー 植物に水をやったりするという,うその試作ロボットを公開いたしました数年以内に、えー、生産が始まるということで2万ドルぐらい290万円、えー、これはまあそれは趣味のもとしたらお金持ちの道楽ということになるんでしょうけれども一、えー、人人件費っていうことなどから考えますと、まあ、あの介護をサポートするその機能のロボットっていうかね、えー 例えば何かしょった形でえ軽い力でえ人を持ち上げることができますとかっていうようなこととかえそういうロボットというような形ではないですけどお風呂に入れるためのまあロボット的なものなんかも例えば開発されたりはしていますけれどもえまさにもう人間の形をして二足歩行をして手伝ってくれるっていうものなんでえ機能を補助するというロボット以上の 何かしらの,その、うん、エモーショナルというかです、ね、人間の心に訴えるところのあるものとしてそれが2万ドルでしかも、まあ、あ量産していけば。 車というもんが全くないところから位置から作ろうと思ったらそら何十億もお金がかかるでしょうけれども,もう金型作ってペコンペコンとやっていって熟練したあ、ね、従業員がシャシャッと、はい、溶接してネジ巻いてネジ巻くのぐらいはもう今ロボットがやってくれますからそういう量産ができるとしたらその2万ドル今のレートで言うと290万円ということになりますがついこの間やったら220万円ぐらいのもん。 それがまあ100万円に50万円にってなっていくと新しい世の中が始まるであろうなということは感じますしもちろんテスラ以外にもやるところはあるんでしょうけれどもテスラという電気自動車で不運児となった会社がこのように取り上げている研究しているっていうところに その広がりの速さというか、えー、広さというかそういうところを感じるニュースでございました読売新聞の4面に出ておりました以上10月3日の朝刊チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました時刻は10時7分です さて、まあ、新聞に色がついていたらあ赤いって言ってね朝日新聞に赤がついているだろうなとかっていうのは、まあ、そういうことを冗談交じりに言ったりいたしますけれども、えー、とそれぞれの記者がですねやっぱりまあ社会の僕くたくとしてこういうことは伝えないといかんなっていうもの。 会社の中のいろんなまあ人事異動であったりとかあ人数が少なくなっているとかいろんなことはあったりするかとは思いますけどやはりまあ新聞記者になろうと放送記者になろうという人たちの持っているその正義感とかっていうことは僕はまあ基本信じたいと思っていますしそれを応援したいというふうに思っています僕自身がそういうことをちゃんとしてこなかったのでねできてこなかったので。 えー、今日の読売新聞安心の設計という社会保障のページです。ありがとう誇れる喜びという記事です。まあ竹中平蔵さんがすごく頭のいい人で、そして津谷のね、えー、社長も会長も。 頭ええ人でお金持ちで、えー、星野リゾートの星野さんも頭ええ人ですねいろんなサービス考えはりますで駒さんもやはりまあ商売やっていく上でお金持ってはる人がそのお金を使ってくださるっていう商売っていうのは一つやっぱり大事なことやなと正直まあ思ってはいます自分が生きていくためにこの仕組みを作っていくためにはですね。でも そうでない人たち苦しんでいる人たち一生懸命やってる人たちうまいこといかへん人たちも世の中には大勢います。でそこへの視点とかがやっぱりないとうん金儲けだけでやっていって自分のお銀行の残高が増えていくことに喜びを感じているだけではまあおそらく幸せではないだろうなと。 思うし、えー、自分が百杯のご飯を食べて満足するよりも、百人が一杯のご飯で満足できて、百人で一緒に笑えた方がいいなって、やっぱり思います。はい、もちろん、自分もお金欲しいですし、遊びたいですし、お酒も飲みたいですし、美味しいものも食べたいですし。ですけれども、でも、こういう記事、大事やと思うんで、ご紹介します。第六部、私の一歩。 28歳の女性ですうーんそうやなちょっとまあこの曲が正しいかどうかわかんないですが、えー、昨日長坂さん来ていただきまして本当はもうちょっと早く来ていただけたら生で演奏してもらおうかともね打ち合わせしとったんですがこの曲浅いい話のこの曲に載せながらこの記事ご紹介します28歳の女性です牛乳や卵などを受け取るたびありがとうございますと頭を下げました9月中旬のこと ついこの間です社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会が母子家庭を対象に大津市内の拠点で開いたフードパントリーに4歳の子供とと共にこの28歳の女性がやってきました女性はお菓子もあるよと笑顔を向けました息子4歳ぶどう味のグミを少しずつ1週間かけて食べたという 親子のお話でございます15歳の春スーパーとコンビニでアルバイトを始めましたお母さんには中学出たら働いて好きなものを買って携帯の料金も払ってなと言われました全日制の高校に行きたかったですが政府代がかかるということから夜間高校を選びました実はこのお母さん小学校2年生の頃に離婚をしています母子家庭で育ちました お母さんは作業着姿で家を出ていきます食卓に並んだ煮物などの手作り料理でも毎日お腹いっぱい食べることはできましたそのことは覚えています深夜や朝に帰ってくることもありました離婚して兄弟3人をお母さん必死で頑張って育ててくれたんだなと思いますそして15歳の時あんた自分で働いて、まあ、それで好きなもん買うたらええから携帯代も自分で出してやって。 というふうに言われたそうですそのことでお母さんの愛情がないということでは決してないでしょう高校2年の時アパートで一人暮らしを始めましたバイト代で洋服を買いました美容院にも行けますああやっと友達と同じになったと思ったそうです働くことが楽しくて楽しくて結局夜間高校を卒業することはできませんでした結婚もしていません 仕事で出会った人の子供を産みましたそれが今4歳になっているお子さんですね結婚してませんがはいまあある時仲良くなってそして子供もも産みました貯金はゼロ出産で働,くなって働けなくなって生活保護を受けました市営住宅で暮らしているお母さんに。 ごめんと頼っていくその選択肢は彼女にはなかったそうです子供を産んで10ヶ月働き始めましたスーパーの惣菜売り場食品や布製品の工場職場を変えていきましたでも生活保護なしで暮らせる収入は得られません子供のベビーカーはネットオークションで500円で手に入れました 今すごいええやつ何万もするやつどっちの親がおじいちゃんおばあちゃんが買うかっていうランドセルと同じように思われているかもしれませんそんな高級なものもいっぱいありますがまあネットオークションで500円で手に入れることはできましたそれは便利な世の中だからかもしれませんがすぐに小さくなってしまう息子の着るもの妹の子のおふ,おふるをもらっています 電気代もガス代も水道代も遅れて払うのがやっとですああ、おばあさんになるまで今28歳こんなカツカツの生活が続くのかなとそんなことばかり考えていたそうです去年の春、ハローワークで職業訓練受けたらどうですかと勧められましたハローワークもいろんな窓口の人がいるでしょうそこでどんな情報を得られるのかどれだけ親身になってくれるのかそれは 運なのかもしれませんどうですか職業訓練受けませんか5ヶ月間月10万円の生活費を受給しながら学びました介護の資格を取ることができましたそしてすぐ近所の介護施設で働き始めましたこんな私でもと彼女に言わしてしまう今の日本社会彼女は彼女なりに頑張って 結婚せずに子供を産んではるということを非難する人もあるかもしれませんが、こんな私でもと彼女に言わしてしまっています。毎日高齢者にありがとうとこんな私でも言ってもらえる。やっと一歩を踏み出せた。もう少し早くこの道に出会っていればよかったなぁと思う彼女の手取りは月十四万円ほどだそうです。 生活保護をようやく終わることはできましたそれでも月14万円ですよね、うん、息子が高いお菓子やおもちゃを欲しがるかもしれないなのでショッピングセンターには今でもなるべく行かないようにしています数十円の駄菓子をいくつか買っておいて渡していますそう先ほど ぶどう味のグミを少しずつもらったものを1週間かけて食べたんだそうです1日で全部食べきってもっとちょうだいはいはいって言って出してもらえる過程ではありません低所得の一人親世帯が対象の児童扶養手当分のお金を貯蓄に回せるようになりました息子には自分と同じような思いをしてほしくない将来希望の進路を選べるように という28歳の女性を読売新聞取材して今日安心の設計、社会保障面に書いております。まあ、どれだけの方が読売新聞最大部数でありますが、この記事に気づきはるでしょうか。まあ、もちろん一般の人も、その一般というか、ちょっと言葉遣い間違えましたか、あこの物価高、多くの人にとって大変でしょう。 うん、だとは思いますがまさにやはり目を向けなければならないのはより苦しんでいる人だろうと思いますしそういう人たちが、まあ、この家でいうとまあお母さんが離婚した3人の子供を女で1人で育てなければならなくなったっていうことがまあ一つのきっかけになってそれだけが原因ではないでしょうが、まあ、貧困の連鎖みたいなことが続いている。 もう90%以上の子が高校へは行っている、まあ、僕たちも同窓会で毎年何人かの子への奨学金を出してさほど多い額ではないですがそれでも喜んでもらっています、うん、そういったところに光が当たってそして少しでも楽になって1万円 そこにプラスされるものがあったらどれだけ楽になるかっていうのと100万円が150万になってあラッキーって思ったりそんな人にも給付されるお金があったりとかっていうのと違う世界、えー、今日は読売新聞のこの記事がまあ一番、うん、ぐさっときたのでご紹介をいたしましたご清聴ありがとうございました 時刻は十時十八分になっています。コ、え、モ、ー、さんがお送りしております長官チェック十月三日では今朝の一言に参ります。今朝の一言はこちらで。 ございます。バトンは前から後ろへ。三遊亭円楽師匠。はい、亡くなった三遊亭円楽さんでございます。えー、まあ、もちろん落語というのは師匠がいて。芸を教えてもらって、そして、まあ、前座から二つ目。 真打、ね、になり中には師匠の名を継ぐ人もあったりするわけですね。バトンはバトンリレーは後ろから前芸事のバトンは前から後ろ、うん、そうですね、えー、走っていって第一走者が持ったバトンを。 第二走者に渡す、はい、後ろで持ちましたた、はい、持ち帰ってまま走ります、えーまあこれはまあ企業のゴーイングコンサーンとかでも創業者がいて2代目がいて3代目がいて、まあ、そこで発展していってほしいなと時代の変化はありますがというそういうバトンリレーは陸上競技にも例えられますけれども芸事の場合師匠がいて師匠がバトンを持って 出てそれをどっかの段階で後ろから来た弟子にバトンタッチをするだからバトンを前に向けて渡すんじゃなくて後ろに向けて、まあ、しかしその間とかなかなか伝えきれないものもありますけど、まあ、師匠に対するその尊敬の念とかでまあ 円楽さんははそんんんな話をちょくちょくしてはったんですでまあ円楽さんの言葉をどっかでご紹介したいなと思うところもずっとあったんですが今日この言葉を思い出したのは読売新聞のこれもまあ地方面でそのバリバリやってる記者が書いているっていうかそういうものではないと言われるかもしれませんが。 吉田さん、誠一記者、ごめんなさい、まあ、バリバリやってる人だそうでしょう、ごめんなさいね、そういう悪口を言おうとしたんじゃなくて、ケニアの港を自動販売機で支援という、そういう記事が出ておりました、こちらです、大阪の面なんで、えー、全国の方には読めないんですが、富田林市立金剛中学校の子どもたちが貧困に苦しむアフリカ・ケニアの子どもたちを支援しようと。 売り上げの一部を寄付できる自動販売機を学校の中に設置するそんなプロジェクトに取り組みましたまあ、SDGs ということの流れではあるそうですがね数年前からケニアのスラム街で孤児が通える学校マゴソスクールを運営する早川千明さんという方に学校へ来てもらってケニアは 困難なんですスラムの子はこんな風な生活をしているんですっていうような話を聞いたそうです。で今後中学の生徒たち去年11月その講演を聞いてその孤児が通う孫祖スクールの子どもたちへの給食の支援をしようと募金活動をしたりそしてケニアのものを買ったりしてその利益を寄付したりして いるそうです大塚由美さんのフェアトレードもいろんなところを、ね、支援するという目的でいろんな民芸品なんかを、うん、売ってはりますけれど今年度熱中症対策などで公立学校にも飲み物の自動販売機の設置が進んだんだそうですこれはまあ熱中症対策ということなんですがそこで2年生の学級委員を中心にチャリティー自販機の校内設置を企画しました。 ま、さあ大塚ウェルネスベンンディング、はい、大塚製薬のところですね、うん、だからポカリセットとかは置いているんでしょうその会社に相談を持ちかけました9月上旬学校の中に設置されました自動販売機には飲料水を1本買うごとに10円が寄付に回る仕組みがあるんだそうですまあ1本10円かと。 一日なんぼやと月なんぼやっていうふうにそんなふうなことは言うつもりは全くありませんそれをまあ社会活動として会社がやるっていうのもまあ,あるのかもしれませんが講演を聞いて子どもたちがあこんなんやったらどうだろうと思ってそして会社に持ちかけて実現したというところが素晴らしいですね。アフリカをイイメージさせるデザインの外観知って欲しい スラムの寺子屋ゴソスクールという文字もその自動販売機には書かれております月500本の売り上げを見込んでいるということですから、まあ、毎月5000円ということなんでしょうがまあ為替の問題はありますけれどもその月5000円あれば食べられるものというのがきっとあるのでしょう設置に取り組んだ生徒さんがこんな言葉を言っていましたそれが 今日の三遊亭円楽さんの言葉にもつながるのかなと思いました私たちが卒業した後もずっとケニアの子どもたちの役に立ってほしい私たちが卒業した後もずっとケニアの子どもたちの役に立ってほしい師匠が弟子を育てていく芸をつなげていくというのとはまたもちろん違いますけれど バトンリレーは後ろから前へという陸上競技でいうバトンリレーとは違って後からついてくる人につなげていってほしいという前から後ろへのバトンの活動で,でそのバトンの活動があお金という形になってケニアに伝わっていく吉田記者、A、記事紹介してくださいましてありがとうございました。今日は読売新聞から まあいつも政府御用新聞と草してはおりますが二つ大事なことを教えてもらいました今朝の一言でした10月に入っておりますがアンテリジャン提供の今朝の一枚家族の写真をぜひ送ってくださいませハッシュタグ長官チェックをつけてツイッターあるいはインスタグラムに公開をしていただきそしてその家族も亡くなった人もいらっしゃるのかもしれませんがぜひそんな人の思い出話を 聞かせてください、えー、みんなが共有していた時代ですので写真1枚にある笑顔あるいは悲しい表情後ろに映っている自動車風景そんなものは私たちが作ってきた私たちが過ごしてきた時代ですファミリーヒストリーを作っているアンテリジャンコモさんとしましてはそんなお話をどんどんみんなと共有したいなというふうに思っております。 はいえー、アンテリジャンの提灯を出しておりますがぜひ、えー、お宅の会社でもよろしければ、うん、3日間、えー、提灯提供のになっていただけませんでしょうかスポンサー募集しております2年目に入りました朝刊チェック今日が第367回でありますね、はい、今日もご視聴誠にありがとうございましたではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう参ります また明日イいいんじゃん、チョキそしてポチッと高評価、忘れずにお願いします。チャンネル登録までの方は、チャンネル登録もお願いします。また明日です。